韓国のやっていることこそがヘイトだ。動画をご覧いただきましてありがとうございます。陳長華でございます。えっ、ー、とですね、私はあのこういうその韓国関係のですね、まあ、特に韓国や在日コリアに批判的な動画を上げさ,上げさせていただいているんですけども、 なんと,、まあ、とかお話してるんですけど、これは別にあの韓国や在日コリアンをです、ねあのまあ、攻撃することに喜びを見出してるわけじゃなくて、もともと日韓関係であるとか、在日コリアンがです、ね、日本社会に溶け込むように、まああまあ、願ってやってるわけですね、えーまあ、よく彼らが言うのは、日本が真摯に謝罪しないから、反省しないからっていうようなことを言うわけですね。 えー、だけど、ですね、えーまあ、日本が真摯に謝罪することが日韓関係を改善するんだったら、私はそれはそれでやればいいんじゃないかって思うわけですよ。だけど、日本が真摯に謝罪することによって、日韓関係がより悪くなるんだったら、やる意味はないなと思ってるんですね。で、現実にそうなってるわけですよ、あのー。昔ですね、1950年代に当時、吉田茂という総理大臣がいたんですね。 当時からですね、えー、その、日韓関係というのは、当時はまだ国交正常化してないんですけど、国交正常化しなきゃいかんということがあったわけですよ。で、その時にですね、韓国側が、まあ、その望んだのは何かというと、吉田首相の謝罪だったんですね。だけど、当時、こうあの、新聞記事を読むとですね、こういうことが書いてあったんですよ。吉田首相が、あその、 日本の国会において、野党の質問に答える形でもいいから、そこでまあ謝罪の言葉を述べていただいたら、韓国人はどれだけ気持ちがすっきりするだろうかと、それが今後のねその日韓関係の改善に役立つんだよっていうようなことを、韓国人が言ってるわけですその後ですね、国、え、交、ー、正常化するのは1965年なんですね、日本の外務大臣は椎名逸三郎さんという方だったんですけど、えー、まあ椎名さんは謝罪するというのはするかということでやるんですけどね。 彼自身は、まあ、なんで謝罪しなきゃいかんかわからんのだけど、彼らがそう求めるんだったら、今後のためにやりましょうということで、まあ、悪いけど、結構軽い気持ちでやってしまったんです、で韓国側も、こういうところで外務大臣が韓国に来て、えー、謝罪してくれたら、どれだけ韓国人の気持ちが収まるだろうかっていう言い方をするわけです、で実際、その、伏見逸三郎さんは謝罪をしたと、でまあ、その時には評価されるわけです。 だけどその後にですねどん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 エスカレートするわけですね1984年には、ですね当時のチョン・ドファン大統領が日本に来る、昭和天皇が、ですねそこに謝罪の言葉を述べるわけですよ、もちろんあの天皇陛下だけではなく、あの当時の中曽根総理大臣も謝罪するんですけどね、天皇陛下がそういう言葉を、まあ、謝罪の言葉を出した。 でその後、1990年にはですね、今度は、あの、現陛下である金城天皇にですね、えー、韓国のノテウ大統領に対して、えー、もうちょっと、その、当時は、あの、昭和天皇は遺憾の意という言い方をされたんで、遺憾の意じゃなくて、もうちょっと重い言葉を欲しいというふうに韓国がエスカレートさせるわけですね。 でそれで何というのかというと、まあ、通説の念ということ、えー、まを、あ、陛下は述べるわけですよ、でそれをです、ね、韓国側は受け入れるわけですね、え当時、まあ、総理大臣を辞めていた中曽根康弘さんなんかも、韓国の駐日大使にです、ね、こういうことはもうこれで終わりにしようという話をするわけですね、その韓国の駐日大使はです、ね、それはもうもちろんですというわけですね、これが1990年なんです。 今から30年近く前、28年も前、そういう状態だったんですね。じゃあ、彼らは日本に対して謝罪を求めないんだろうかと。どんどん求めてくるわけですね。それはなぜかというと、謝るからなんです。謝るから彼らは面白くて楽しいからやるわけです。日本人がペコぺペこココ米つきバッテみたいな謝るから、面白くて楽しいからやるわけですね。だから彼らに対して謝罪をするというのは、彼らに対する報酬になるわけです。彼らの喜びになるわけですね。 だからもっとやるわけです。これはある面、麻薬患者と一緒で、麻薬というのはエスカレートしていくそうですね、まあ、私、やったことないですけど <laughs>、あのー、だん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 刺激にこう、なんていうか、慣れてしまって、より刺激を求めてたくさん、まあ、使ってしまうと、でえー、こういうです、ね、ものもです、ね、今言ったように、彼らの面白くて楽しいからやってる、日本人を謝らせるのが面白くて楽しいからやってる、日本人を屈辱を浴びせること、侮辱することが面白くて楽しいからやってるわけです。 だから彼らはいつまでも謝罪を求めるんですね。日本人はいつまでやればいいんだっていうけども、彼らはいつまでもやらなきゃいけないんです。なぜならば彼らにとってみると、ね、何か問題があるから謝罪をさせるんではなく、自分たちが面白くて楽しいからやってるわけです。で、こういうことをずっと続けていれば、当然日本の中にですね、反発する心も出てくるわけですね。それがいわゆる喧嘩なわけですよ。彼らがやっている、 まあ、反日というのは、私はあの、は下にも書いてありますけど、反日は差別なりというブログを書いてるんですけど、韓国の反日というのは、日本人に対する差別である、日本人の悪口を言い、侮別をし、日本人を罵ることが面白くて楽しいからやってるんだというふうに言ってるわけですね、これが物事の本質なんですそれを日本の、まあ、特に朝日新聞的な有識者の人たちっていうのは、日本側が真摯に謝罪しないからだっていうわけです。 これはですね、問題の所在を間違えてるわけですね。私たちは気をつけなければいけない。私たちは何を考えなければいけないのか。つまり、日韓関係を改善することが目的なんでしょうと。日韓関係を改善することが目的だと言うんだったら、じゃあ、阻害している要因を取り除かなければいけないわけです。じゃあ、阻害している要因というのは何なのか。それは先ほどから言っている韓国の反日です。韓国は反日教育をし、 反日は国是とし、国民に対しては、反日というのは正しいことであり、そして楽しいことであるというふうに教えていること、これが諸悪の根源なわけですね。だから私たちはこういうことを取り除かなければいけない。じゃあ、どうやって取り除くのか。それが私たちは、私が言っている、嫌韓だということ。日本人がそれを受け入れるから、ね、つまり、韓国がやっている反日ということに対して、もっと謝罪しなさいという人たちがいるから。 先ほど言った朝日新聞的な人たちですね、だからこそ、日韓関係は良くならないんです。ちなみにね、このね、日韓関係、その日本の中でも、もっと彼らに対して、真摯に謝罪しなさいという人たちと、韓国人がですね、日本人に対して、ですねその、もっと謝罪しろって,っていうのは、若干ニュアンスは違う、若干ね、韓国人の場合はですね、まあ、基本的に先ほど言ったように、ですね、面白くて楽しいからやってるんですね。 日本人を罵るのが日本人に対してね、その悪口言うことが面白くて楽しいからやってるわけです。だけど日本人の場合は若干違っていて、食材意識なんですね。戦後の日本において、韓国に対して日本人は悪く、悪いことをしましたよと。だからそれに対する悪いなという気持ちを持ってるわけです。多分これを聞いてらっしゃる方々もそういうふうな気持ちを持ってるんじゃないかと思う。ね、で、あの、 いわゆる、嫌韓的な思想を持っている方々もね、なんで、その嫌韓的思想を持っているのかっていうと、もともと日本人、あの基本的に日本人が何度もやってる謝罪しても、彼は受け入れないからなんですね、こんだけ謝っているにもかかわらず、なんであいつら受け入れられないんだでだからあいつら嫌いだってなるわけですね。 でこれはですね、私は個人的にはまあ正しい方向だとは思うんだけど、もう一つ、あのちょっと、ね、言い方を変えると、ね、これはいわゆる食材意識が解消されてないってことと一緒でもあるんです。どういうことかというと、最初に韓国に対して謝罪あれきなんです謝罪しなきゃいけないっていうことからは、いわゆる謝罪しろっていう人と、もういいだろうっていう人も一緒なんです。もういいだろうっていうことは、たくさん謝,あの謝罪をする必要性があるっていう前提なんですね。 絵は一緒なんですよ。謝罪しなさいという人も、もう必要ありませんという人も、韓国人の謝罪をしろっていう要求を引き起こしている原動力になってるわけです。これを断ち切らなきゃいけないわけですよ。そのためにはどうしなきゃいけないのかっていうと、彼らに対して日本人は悪いことしてないですよっていうメンタルを持たなきゃいけないんです。これは無理やり持つ必要性はないんですよ。無理やりね。だって事実そうなんだから。 日本は別にその韓国に対して悪いことをやってないんだと。だから彼らには感謝されることそれ、あの、謝る必要性はないんだ。であるがゆえに彼らに謝罪する必要性はないんだと。で、日本国内で彼らに対して謝罪しようとってるやつは頭おかしいんじゃねえのかっていうような人たちが増えない限り、日韓関係の改善っていうのはないわけです。問題なのは我々の心の中にあるんです。韓国を攻撃してるだけでは、その問題は解決しないんです。 そして我々が解決するゴールは何かっていうと、日間関係の改善です。そのために我々は喧嘩を使わなければいけないんだ。ということをですね、ぜひ認識していただきたいなと。動画を聞いていただきましてありがとうございます。えー、またですね、ブログ、ツイッター、ラインアットつけてありますので、ぜひ登録していたらありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。